今日は東広島市秋津町でジャガイモの生産と卸をやってらっしゃる住吉さんの特売所にやってまいりました。ソフトクリームの製法としましてはジャガイモを剥いたものを丸ごと使ってまして、溶かしたお芋をミクレと混ぜ合わせて作っております。うちのソフトクリームは秋津で有名な出島で作っております。甘みを抑えたソフトクリームになっております。ぜひ寒い時期ではありますがよろしくお願いします。結構甘いんですけど、ジャガイモの甘さとミルクの甘さが結構相まってさっぱりした美味しさです。結構何個でも食べれそうな、シャリシャリ感もあってシャーベットとソフトクリームの真ん中のような味がします。とても美味しいです。乾燥する冬だからこそ食べたいソフトクリーム、秋津町のジャガイモを使ったソフトクリームにぜひ1票。